どうも、20秒ゲーム実況のアスパラです。ちょっとね、皆さんに大切なお知らせがね、まあ、あります。ポテト、パプリカ、アスパラでね、3人で活動してるんですけれども、ちょっとね、アスパラ、僕アスパラなんですけど、ポテトくんとパプリカくんが、就活でね、ちょっとの間、20秒ゲーム実況の更新を停止したいという申し出がございましてですね。しばらくの間僕一人で動画作成をしていくことになってしまいましたね。いやー、寂しいですね。まあ一応僕一人でも毎日更新はできることにはまあできるんですけど、ポテトくんがプロスピの動画を毎日上げてくれてたんですよ。僕もこうやってリアタイとか、まあ、してるっちゃしてるんですけど、僕がね、プロスピの動画を上げてもね、あんまり面白くないというか、僕の笑いって、なんか自分で面白いことを言うよりかは、その、面白いことが起こったことに対して、うまーく突っ込んでいくことで、笑いを取るタイプなので、どちらかというと、プロスピってね、予想外の笑いってね、あんまり起きにくいんですよね。そう考えたらやっぱり僕はクソゲーとかやってる方が、笑いはどちらかというと取れるかなっていうふうには自分で分析していますね。今プロスピやってるのも、結構僕は、なんていうかな、3人の中で言ったらプロスピの下手くそ枠みたいな。打率もね、二人と比べたら、1割ぐらい低いんで、そういう枠を担ってたのに、僕しかいなくなるとなると、なかなかね、で、なんだ。リアタイしながら喋りにくいな。投手やったら喋れるんですけどね、まだ。打者の時絶対喋られへんわ。もしくは打率が、あ、やばい。集中しなあかん。何話そうとしてないんだっけ。すごいな、やっぱり。大手 YouTuber のプロスピの方。VIP さんとか、あんまり動画拝見したことはないですけど、すごい喋りながらリアタやってますよね。ストライク取りました。いや、結構ほんまに尊敬できますね。同じ関西人としての尊敬。また、やってもうたもん。いやいや。どうやって喋りながらリアタイしてんの？ほんまに。すごいわ。で、あれでしょう。視聴者さんのコメントとかを見ながら、やっぱりやってるじゃないですか、ビッグさんとかって。そういう能力は本当にすごいと思いますね、としかさっきから言ってないですね。もう、リアタイにも喋りにも集中できないですわ。なんやろ。ああ、そう。僕らのチャンネルっていうのは、やっぱり、プロスピで伸びたっていうところが結構大きいと思うんですよ。なので、まあ、僕の作る動画が面白くなかったとしても、まあ、多少はね、プロスピの動画出してないと、どんどん、視聴者さんが減っていってしまうと思うので、まあ、継続的に出してはいきます。はい。僕ね、リアタイ下手くその成長記録っていう動画をね、シリーズで出してたんですけれども、なんかね、ちょっと上手くなってるんですよね、昔と比べて。今、打率2割3分ぐらいやし、これ、喋りながらやってるから、受けてないだけなんですけど、あー、ちょっと待って。ごめん。そういうシリーズものっていうのね、待って、喋りながら打てへん。何やったっけ？あ、やばい。そういう動画を出すにも、ちょっと微妙なうまさになってしまって、その2割3分って、下手っちゃ下手やけど、全く打てないわけでは、いや、打ててないんですけど、まあ、全く打ててないわけではないとは、思いたいですよね。思うんですよ。こいつも、
舐めとる。ストレートしか投げてこえんやろ、それと思ってて。ほら、打ったれ。こいつ打ったんぞ。てか、何？あ、そっか。失投で1点取られてんのか。うっそ。あー、やばい。負けそう。負けそう。すんごい負けそう。で、やっぱりクソゲーって、クソゲーの方が僕は面白いと思ってるんですけど、やっぱり、プロスピーっていうその知名度で、みんな見て、皆さん見てくれたと思ってるの、思うんですよ。なので、僕個人として、面白い動画を出してたとしても意味がないんですよね。だって、見てくれないんだから。YouTuber として、視聴につながらない動画は、やっぱり本人がどんだけ面白いと思ってても、やっぱり意味が、な当たってる手当たってるってちょっともう、もう。でも今日の動画は、もうVIPさん尊敬しますというね、その、一言ですね。いやー、こんなに難しいとは思わなかった。はいはいはい。相手誰？相手の方は打率2割ちょいなんですけどね。相手の投手誰やったっけ？あんまり分かってない。ほんまに周りが見えなくなっちゃいますね。よしよし。この回の裏で3点。3点ちゃうわ。あ、2点か。え、誰やった誰やった、あ、則本、則本さん。あー、やばい。喋り犠牲にして打ってんのに、やっぱり僕は、クソですか。やばい、鼻かみたい。鼻かみたい。あ、やばい、やばい、やばい。やばい、鼻かみたい。ちょっと、鼻水出てきた。やばい、ちょっと、手離されへんし。僕はね、左手で持って、人差し指で、まあ、操作するタイプなので、両手塞がっちゃってるんですよね、ちょっと。オッケー、ふぅー、棒での手。よし、これで。まあ、買って動画も締めれたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、肝心の YouTube その運営、僕が思うのは、その、クソゲームを出しつつ、プロスピンも出しつつなんで、その毎日更新しつつ、一日に日本の日とかも出すようにはしていきたいですけど、僕も就活しないとはいえ、その、院に進もうと思ってるので、その、院試の勉強とかね、僕大学3回生なんでね、院試の勉強とか、あみさん、どこで振ってんねん、ご覧は。やばい。俺の手が離れたのが悪いんやけどさ。ちょ、オーラ打ってんのにこいつなんやねんって絶対対戦相手の人思ってますね。はいはいはい。ちょっと集中してね、抑えましょう。大野雄大投手なら抑えれるよ。いきますいきます。通信もね、この遅いさえ出さなければ、もう抑えれるんでね、そんなの。なかなか打てないですよ、大野雄大投手は。はい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 、ダブルプレイね。よし、オッケーオッケー。いいよいいよ。ブラッシュ選手ね、打ち方すごいですよね。いつもね、存在感があって、すごい、あー待って、危ない危ない。よしよし。あー、そう、海外のクソゲーをやるっていうシリーズはどうなんですかね。僕は結構、TikTok が、中国アプリなんで、その規制されるって言ってる時に、TikTok がなくなるからっていうので、中国のアプリ、中国語のアプリとかをやってたりしたんですけど、あ、やばいやばい、やばいやばい、アウトかよ、セーフちゃんをしてたんですけど、中国版のアプリやってたりしたんですけど、その自分でやってて面白いというふうに感じたんで、その辺はちょっとやるかもしれん。あ、ちょっと待って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 、もう負けた。え、あ、待って、あ、どっちもソロホームランか。うっそ、あ、意外と惜しくない。ああ、こういう風にね、僕あんまり、なんだ、配信とかしながらは、やっぱり喋れないと思うんで、まあ、基本的には動画編集して出す形にはなると思うんですけれども、まあ、一人で頑張ってやっていくのでね、しばらく、どうか離れずに、僕らの動画見てくれたらなと思っております。では、以上です。お疲れ様です。ありがとうございました。